このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします、えー、デイブの気になったニュース今週もよろしくお願いしますさて、えー、今回気になったニュースですと、えー、2月の29日、えー、イスラエルのガザ地区で再びあのー、乱射事件が起きたんですが、えー、イスラエル側の、えー、メディアによると えー、支援物資を、えー、あのパレスチナ人に届ける時にトラックがあのそこガザ地区を走っている時にあまりにも飢え死にしているパレスチナ人が、えー、興奮して暴動を起こしてトラックに引かれてあの大規模な人たちが、えー、怪我した亡くなったというふうに報道していたんですが。 まあ最初は5六6 0人ぐらい亡くなったという報道が出て数百人が怪我したというふうに報道されたんですが後々110何人が死んで750人が怪我をしたというふうにニュースが変わったんですがまあそのイスラエルいわく暴動を起こした人たちがトラックに轢かれて死んだり怪我したりとかしたというふうに最初は報道されたんですが。 あの後々調べると、えー、怪我した死んだ人たちの80%の人たちが鉄砲で撃たれたっていうあのニュースに変わったんですが本当に調べたら8割の人たちが、まあ、拳銃で撃たれたと。でそれをこうよく調べていたらイスラエル軍が撃ち始めたと。で「フラワーマサカっていうあ,のあだ名がついたっていうかもう。 フラワーってあの花のフラワーじゃなくあの麦小麦粉のフラワー要はそれを求めてみんながあの大暴動になってマサカル、まあ、人がいっぱい死んだというふうに、まあ、名前が変えられてあの、まあ、結局あの他のメディアメインストリームメディアが報道したニュースとは全く違ったと。まあ、8割方は撃たれて死んだんだだ いうふうふにあのニュースが出ましたねだからあの、まあ、いかにイスラエルがあの平和的になんかあのそのガザ地区を支配してるみたいなあの噂を流そうとしてでも実際にあの軍がそうやって撃って人を殺しているという、まあ、大変なことがガザでは相変わらず起きているという話ですね。ええ まあその方が気になったのはなんかバイデンがアメリカの方で TikTok を排除するみたいな話も出てますけど今のこの時期になって若い人たちを集めようとしているバイデンがなんでこんなことをするのかなっていうふうにちょっと思いましたけど疑問にまあでも結構反対してる人たちも多いということでもともと TikTok っていうのはあの中国でできたあの アプリケーションなので、まあ、アメリカが嫌がるっていうのは分かりますけどここでバイデンが何でこんなことをいきなり言い出したのか、まあ、自分はチックトックをうまい具合に選挙に使えないからどうせだったら排除しちゃえみたいなことを考えてるのかその辺は、まあ、僕も詳しくし調べてないのでちょっと分かりませんけど、まあ、その辺もちょっと気になったニュースですけどね。はい ガザで日本でも一応、記事は出てますね、ガザで物資待ちの市民ら日本ではどういうふうに伝えたの29日はやっぱり、えーと、物資を積んだトラックに大勢の市民が押し寄せ、えー、110人以上が死亡し、人以上が負を、はい、したと。で、まあ、イスラエル軍は多くの市民が押し合いになって踏みつけられたことで死亡したと発表と。 でも実は80割の人たちが拳、うんえー、銃で撃たれたというの、うん、あんなの載ってないですかまだ。いやイスラム組織ハマス側はイスラエル軍に銃撃されて死亡したと証しているというまあそのニュースですけどあの撃たれたというのは8割方撃たれたっていうふうに言ってますからね118人のパレスチナ人は実際にはあのイスラエル軍に 撃たれた殺されたっていうふうにはあのオールタナメディアではそう伝えてますね確実にあのあのアレッドをネタニヤフォーは逮捕するべきだっていうふうにはもう騒いでますけどねこれはもう暗殺でしかないと一般市民のパレスチナ人をそこまであの銃撃して暗殺したっていうふうに訴えてますもう確実にあのこれは 法律に違反というかあの戦争違反みたいなことを訴えている人が非常に多いですね。うん、ねでそれを開けて十四、えー、日ですね3月の14日だから、えー、と今これを撮ってる1日前か、はい、<に>昨日も再び<た>、うん、そこで21人がまた、うん、暗殺された、はいなるほどね。物資町の市民ららが 今は飢えて亡くなっている子どもたちが非常に多いらしいですねパレスチナではあの食べ物がもうもう減って亡く,くなっているということでだからそういう物資を運ぶ時にまたみんながあの集まって暴動みたいな感じでなんとか食料を得ようとしているっていうのが今の現実らしいですねパレスチナはだからあの子どもは餓死してるらしいです、えー、調べると。うん まあ一応なんかイスラエル軍が発砲で犠牲相次ぐみたいなニュースも日本語では結構出てるのは出てますね。なるほど。うん、あんまりアメリカとかではそういうふうにはさすがに出ないのかさすがに出ない。オルタナメディアじゃないと <laughs> を調べないと一般的にはもう普通にイスラエル軍が言ってるようにだからあの暴動はあの物資を取るためにあのトラックの周りを囲んだ連中がて トラックに轢かれて死んだとかそういうあの情報をあのニュースとして取り上げているだから打った、打たなないっていい。う話は全くないこれ TikTok もこれ結構日本でも話題にはなってましたけど話題になってましたね、うん、TikTok を排除するみたいな。え 若者をあの相手にしたいバイデンがなんでそんなことをまあ今ねアメリカでは TikTok なんてあのアメリカのキッズたちではもう人気ですからねそれをんでこの時期にそういうことをやるのかみたいなのかちょっと疑問に思いますけど何か裏であるんじゃなないいかなっていうこれは一応今あれですか下院で法案が通されて。 これから上院に送られる。そうです。だから、まあ。はい、はっきり言と、まだ決まってないですけど。うん、で、上院でも可決されて、バイデンが署名すれば成立する。そう。ような、そんな感じですか。そ,そんな感じです。うん、アメリカ。ティックトックユーザーは1億七千万人。え、ね、結構多いですよね。うん、日本だと、などのぐらいだろう。日本でも結構人気ありますよね。そうですよ。 まあでもまあさされるのは中国がそれを使っていろいろ情報を得てるっていう話ありますけどねはい、はい、でも中国から出てきたアプリなんで当然それはありえると思うかも思いますけど、うん、<laughs> え一郎とか入ってる TikTok? やってますやってますやってるってってかアカウントは持ってるけどそんなにアップとかはしてないですねーなんか YouTube のショートとかなんかも TikTok でアップしてるんだっけ そういうもので本当はデイブ・フロム・チャンネルも TikTok で TikTok でショート動画を上げて YouTube に引き込みたいなっていう希望はあるああ確かただそこまでちょっと手が回ってない手が回ってないってなるほど日本は2021年で1690万人ああそんな大きくないですねまあまあアメリカに比べたら全世界では10億人以上だからああすごいなはい 結構でも使ってるのは使ってますねはいへ<ー>だから意外に年齢層も若者だけとは言わず30代も結構多いらっしゃるあ,あそうはいか自分のイメージ的には若い人たちティーンエイジャーがメイン、うん、多いふうに思ってましたけど、うん、30代もいるんだそうですよ本当は、ね TikTok もうねデブチャンネルでねやりたいやれればまたちょっと違うかなと思うんだけどそうですかまあうちらのことをね、うん、中国はスパイスてもあんまり関係ないからね本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。 手軽に CBD を摂取できるグミタイプで毎日おいしく必要な量の CBD を摂取することができますジューシーで一口に高品質かつ THC0 の CBD オイルが配合されておりオイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ 1>, 1粒 10mg25mg の CBD オイルを含む2タイプがありご自身に合った摂取量でお選びくださいそして CBN オイルヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル ネイチャー間の 10%CBN オイルは高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです専門家による抽出とろ過が行われ検出されないレベルの THC0.01% が保証されています体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し心理的機能へ働きかけることで効果が認められ 睡眠補助として世界中で使用されています毎日のニーズを満たす逸品としてぜひお試しください現在このチャンネルをご覧の皆様にお得なクーポンを公開中ですセール商品にも併用可能です心身のリラックスやストレス緩和不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中 厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス詳細については下の概要欄をチェックしてください、はいえー、前回もあのコーンフレックの話、はいまあ、デーブさんの黒人専用のまずいビールの話久しぶりに聞きましたと、はい、前も聞いた記憶があるとうはい、はい、うん。でそれで昔よくデーブさんが多分していた除草剤の話も思い出しましたと除草剤って何 あ、まああま枯葉剤とかあはいはい、うん、で昔モンサントンのね、うんうん、枯葉剤ね上層剤、はいうん、ありましたねまああのかなりインドとかなんかでもねあがんが大あの流行しちゃったりとかねあしましたけどはいそうですね の中国産の粉ミルクとかペットフードでの悲劇がめっちゃあったからとても心配で<ー>生産地と牛肉を使っていないか心配して猫にあげてましたはい、はい、特に、ええ、あの缶だったりパウダーねうん、ええ、で自社ブランドとか商品とかの安い餌は、はい、まあ中国産だったりその牛を使ったものが多かったような気がします、ええということではい、はい、でしょうね結構いろいろチェックした方がいいですね あの日本あの人間の食べ物だけでもなく動物のペットフードも気をつけてもい,いですね、はいえー、国によって食品衛生法的なものは違うので、えー、あ国によって食品衛生的なものは違いますし気候等の違いもあるので使っている防腐剤が異なってくるのはまだ理解できますがデイブさんがおっしゃったように同じ国内で人種によって食べ物が 違ってくるのが。まあ、国税じゃなくてね、海外によってですけど、はい。はい、まあ、同じ商品で,です、ね。はい。同じ商品でね、そうやって異なるっていうのは。おかしいよね。闇が深いと。はい。深いですよ。まあ、ビルに関係している話だと、ね。あの、当時噂になっただけで。証拠みたいなのは出てこなかったですけどね。でも、それを思い出しました。特に、あの、黒人系の人たちは、すごく。レイジーというか、仕事をしないで。 酒ばっかり飲んでるみたたいいなそういう噂が流れてでしたからね行きとやっぱり飲んでるお酒が違うっていうのが自分でも体験したのでなんかあるじゃないかなというふうに思いましたけどまあその当時はネットとかなかったのでね噂でしか流れてなかったですけどこの食べ物の流れでデーブさんはを取るといいですよって言ってますね蜜ね蜂蜜も意外と危ないっていう話が聞く。 思うんですか？うん、だ、っていうか、蜂蜜って書いてあるけど、実際には本当の蜂蜜ではないっていう。だからちゃんと調べないと。<laughs> あ,あの偽物の蜂蜜っていうのがあるらしいよ。あ、人工で作ってるんだ。そう、人工なのか。はい、だからほん本当に蜂が取った蜂蜜ではないっていうか、のが結構あるらしい。はい、だから安いやつは気をつけた方がいいみたいなことは聞きましたけどね。だから本当に本当に純粋の蜂蜜っていうのはなかなか今。 の時代っていうのは探すのは、あの探しにくいらしいですよ。蜂も今減ってるし。世界的にね。<laughs> かだからそれもモンサントのあの, <laughs> あの、あの、あの薬のせいだみたいな話もありますからね。確かに蜂がめっちゃ減ったってドキュメントでしょ。うん、だから今、だからそんなに、あの本物の蜂蜜を探すのは難しいらしいよ。だから、<ー>ちゃんとチェックした方がいいですね。少し。 高価なブランド蜂蜜屋さんに行くみたいな。そう、まあ、だからちゃんとしたところで。栽培っていうかさ、橋をね、扱ってるところ。をちゃんとチェックしないと、ダメらしいですよ。ええー。うん、そうなの。蜂蜜もじゃ一概には言えないんですね。うん、一概に全部がいいっていうわけじゃないと。 ボブ・ラザーの最新のインタビューなどは5万という日本の UAPUFO 関係者には見たくて見たくてたまらない映像ですと<う>、えー、アメリカまたはアメリカまたは海外の映像を日本語にして映像に流すサイトを作ってください <laughs> デーブさんかアリさんしかいないですよ <laughs> なんで <laughs> まあでも英語ソースでね、あのー、出てきますまだ相そういうニュースとかを話す人たちっていうのはまあ日本だと 結構いまあ、まあーね、ボブラザーの最新の,あのインタビューとかってなかなかないよね古いものしか。まあ、まあ、<う>最後に出たのがジョー・ローガンかなんかかな自分が記憶が合ってればジョー・ローガンにボブラザーが出た時が一番最近かな去年か一昨年ぐらいに出ましたけどねまあ何度もあのインタビューを見ましたけどまあさすがローガン。 例えよ。アポロ13号は外惑星人に助けられた、まあ、外の惑星の人たちに助けられたとっていうふうに言われますよね、うん、写真はいまだに NASA は隠蔽していると、はい、地球人類は何度も何度も宇宙に核を運んでいるけど <laughs> その度に核を爆破されているこの間もなんかあの日本のロケットが5秒後に爆破しましたよねあっという間でしたね、うん、すごいなと思いましたけ、ね、ど。うん まあ、あ,のあそこの社長さんは失敗とは捉えてないって言ってたのあらちょっとかっこよかっ、ね、た <laughs> いや思いっきり失敗じゃん <laughs> いやいやそれ飛んだじゃん糧にするっていう話でかっこよかった、ね、いつできるかどうか <laughs> はい、はいえー、ラストデイブが体力つけるぞと腕立,て腕立て伏せをしているドキュメント番組を見る夢を見ました <laughs> 寝落ちですから腕立てまだで,できないよね今左手がまだこ,うこんな感じのリハビリですから <laughs> うんうん、うん 今、リハビリの先生にこれを一日何回かやれみたいなこと言われましたけどね曲げるんですか曲げるっていうかはい上に上がんないからこっちだとここまで上がるけど左は上がんないってまだ <laughs> 上がらないっていうのはもうなんか硬直して上がらない硬直してっていうかまあそういうことう上がんないっていうかうまあ痛い,いのもあるけど、ね、まあ一生懸命リハビリ頑張ってますはい 夢でデイブが初めて出てきましたと今日は一日いい日になりそうですということと <laughs>、うん、いう感じですけどねこの辺の娘が出たな夢に遊びに、うん、家あの今住んでるところに遊びに来た夢、うん、<laughs> それだけ <laughs> 現 <実は S 2> 嬉しかったけど、うん、現実にはまだ来てないけど来てないっていうか、うん、最近来てないけど <laughs> はいえー、3月25日月曜日 シバ芝のクラブエージアで、えー、インボーバレンタイン、えー、4.0リボーンを行います、えー、デイブ、えー、アリー・ボリズミ、えー、古川太郎・ジョー・ヨコミゾそして鷲見、えー、ゆき子さんも登場することになっていますそして、えー、スペシャルゲストに元公安官議公安のえっと、ね、元公安警察元公安警察の 勝丸さんが、うんえー、トークゲストとして登場いたします勝丸さんは、まあ、あのスパイ関係の、えー、お仕事をなさっているということで、まあ、日本にもスパイがいるのか、まあ、そんな話も、えー、いろいろしてくれると思うので、うん、なかなか、えー、興味深いゲストとして登場しますのでお楽しみにしてください、うん、まあその他スペシャルライブゲストはモビーファンク そしてインボーバレンタインスペシャルバンド、えー、あゆがいけん上野浩司、エリック・ゼイ、えー、野村義雄そして、えー、あの、人間室の輪島さんも登場します。えー、で,で、あの、オープンは7時から、えー、で、スタートは、あ、オープンは5時からで、えー、スタートは7時になりますけど、えー、5時から、えー、7時までの2時間の間は、 ジョージカックフル古川太郎がゲスト DJ としてあのいろいろお皿を回ったり回したりとかする予定でいますので自分が回ってる感じでそこでな楽しくお酒を飲みながら観覧時間がありますので初めての方も気にせず遊びに来てくださいえあの決して怖いイベントじゃないのでえみんなリサまあ <laughs> よく名前が挙がってくるリスナーも来ますので、えー、そこのリスナーの皆さんと仲良くしてですね、えー、楽しんでいただければ、えー、あのみんな、えー、初めての方も楽しめるイベントなんでぜひとも、えー、僕らもそのあ観覧エリアにはみんないますので気軽に声をかけてください、えー、お待ちしておりますでは、えー、5月あ3月25日月曜日 またお会いしましょうまょあ今現在ウェブで購入することができますけど当日券も出まますすけど、まあ、若干高くなります当日は多分6,200円ぐらいのチケットになりますので事前にあのウェブ上で購入すれば5,800円かあの数百円安くなりますのでぜひともウェブの方で先に購入してから遊びに来てください。 お待ちしてます。<music>